見えてますか？聞こえてますか？おお、見えてるか。ちょっと待って。うん。ちょっとだけだよ。お、もやー。やっほー。やっほー。あんにょーん。あんにょーん。こんばんははい。はい。チュアジュが来ました。やってきました。やっとだね。そう。初めてだね。実はなかったんだよね、ウィジュ君と2人。あの後は初めてです。そう、僕がウィジュ君とは嫌ですって言いましたそれはちょっと、うん、こっちもだよ。ウィジュ君も言った？うん、本当にハロアトはすいません、すいません、ダメです、ダメです。言ったら今日ハロアト、僕もちょっと今日はしょうがないなと思ってでも本当なんかウィジュ君と2人久々感あるよね。いや、あれ、え、あれ初めてでしょ。初めてだよね、うん、なんかさ、そのなんていうの、なんかウィジュ君と2人でやることあんまなくない？コンテンツとか。確かに。でもそんなことない、あった気もするけど。そう、なんか意外となかったような気がする、うん、から、うん、なんか新鮮から今まではハロアがウジュ君とは嫌ですって言ったから、なかったのか、だからだからそんなになかったのかなはいそんなこんなで、うん、今日瞬間週刊アイドル出ました出ましたあやだやだ、マジでやだ、このタイミング皆さん見ました？週刊アイドル見てくれました？週刊アイドル보셨나요여러분？혹시보셨나요？あ、本当にね、え、ついに出たね。見た？ん？僕まだ見れてないんだけど、今ちょこちょこ見た、ちょこちょこ見たね。あのダンス練習、そうそう、待ってからね。わあ、でも見たら、あのハロアのおとけソンがポジマセヨ、よろぶん이거는ポジマセ、本当に上手だった。マジでやだ、マジでやだ。本当にそこまで上手いとは本当に、うん、おとけ線がけのところをそんなにチャルサリロ、あ、そうなんかこれ褒められるのなんか想像やだ以上だった。本当に本当に君はすごいよありがとうございますでも本当に恥ずかしいからあんまり見ないでほしいです。いや、みんな見てください千年に一回見れるあれでしょ。そうだよね千年に一回見なきゃみんなでも本当にあの B2B 先輩2人ともすっごい優しくて、ずっとあの三年に見て、そう、魅力三年に見た、ずっと優しくしてくださって、うん、しかもうまく面白くしてくださって、もう本当に助けられたよね、ずっと。ありがとうございます。全部面白くしてくださって、うん、本当に全部何でも拾ってくれて、そう、本当に全部面白くしてくださって助かった。面白くいいコンテンツができたんじゃないかなって思います。ねえ、そこで本当にいろんなコンテンツやったけど、バターもうやった、ね、そう、バターポションなよ、バターバターバター大変だったよね。結構ね、韓国こういろんなコンテンツ撮りながら、こう夜とかにちょいちょい練習しながらこうやって、ね、みんな一生懸命、BTS 先輩動画見ながらモニタリングしていっぱい頑張りました、はい、楽しかった。楽しかったね。
あのルネ作るやつ、そうめっちゃ好き僕、うん、あれミジ君何作ってるっけ。ああ真ん中にいるんだ。あそうそうそうミジ君真ん中だってやってんの。てか僕何やってるか知ってる。知らないでしょ。知ってる。何あれじゃん、うん、ほら知らないじゃん。えんいいよ。い僕とビジョン。あ、いいだったの。うんうん。いいだったの。違うよ。L だったの。そう。あの下。上ね。上ね。まあ、俺前見てるから知らないでしょ。興味ないからね。いや興味がないわけじゃなくて。ごめん。僕はでも知ってた。ん？ビジョン君は前に。最初、ビジ君は何作ってたっけって言ってたじゃん。でも分かってたじゃん。ああ、前だね。ああ、そっかそっか。ごめん。全然傷ついてないから大丈夫。傷ついて。はい。あ、これ。コメントをどうやって見れる？あ、ここだ。あ、これだ。これだ。はいはい。あ、ダンスかっこよかったって。おお。ありがとうございます。ありがとうございます。ミユくんもオットケソングやってた。いやいや、それ読んだんか。言うのいっぱいあるけど、いっぱいある。今めっちゃあるけど。違う？歌詞は分かんない。絶対分かるでしょ。本当嘘でしょ。絶対嘘でしょ。じゃあ、ちょっと待って。うん。ミガノムチョウはオットケオットケ、ミガノムイッポオットケオットケ、ラランバンナポレ、어떻게생각해잔말말고말해좋다고좋다고いけるじゃん。今やりました。え？あ、알았어。じゃあさ、じゃあ、あれだけやってほしい。うまく주세요だけ可愛くやってほしい。うまく주세요。うん、okay. そっちの方が見たい。オッケーオッケーオッケー。それやってみてほしい。ちょいちょい。うわぁ、いや、やっぱりすごいね。うわぁ、うわ、マジで、うわレジェンドだね。うまっ。こうやってやるんだ。一回こっち見て、うんうんうん、こういくんだね。そう、そうやんなきゃダメ、うん、うわぁ、僕普通にさ、こうやっちゃうけど、うんうんうん、こう一回外してふわって見て、それだよ。うわ、やっぱウィジクス。うわ、見習いました。習いました。ああ。でもマジで上手いな、やっぱり。うん。やってほしかったな。ずっと練習してた。あ、練習してた？うん、そうそうそう。ぜひいつかおとけソングもやってください。見たいです。うん、僕が。いつか、いつか、はい。僕の前でやって。やだ。俺の皆さんの前だったらやるけど僕の前ではやんない。やんないか、うん、うわぁ、うん、最近音楽の日、あーそう、そういえばめっちゃそう、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったよね、音楽の日の、うん、あれコラボ、コラボもうたくさんやって、うん、先輩の方々とそういろんなコラボをやりましたけど、初めての経験だったね、あれも。あんなたくさんの、これ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 、これ楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。なんかダンスってこういうもんだよねみたいな、うん、なんかこう楽しんでさ、みんなで。でも本当になんかこう祭り？祭り、うん、あのフェスティバル、うん、
見たかった、うん、みんなこう集めて、うん、みんな行くぞーって言って、そう、なんかリハーサルとか終わって、うん、本当に本番も行くぞーって言って、あの雰囲気めっちゃいいよね、本当に、うん、みんなで、あの終わった後もさ、うわーってさ、みんなでさ、みんなでこうそう、やって写真撮ってさ、写真撮ってめっちゃ楽しかったよね、めっちゃ楽しかった。なんかダンクの時もさ、うん、そういう感じで、なんか先輩方とさ、そう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 、ダンスでさ、こう繋がり合ってさ、本当にそういうのめっちゃいいね、ね、音楽の力とダンスの力で本当すごいんだなって感じて、めっちゃ楽しかったです、本当に、うん、マジで楽しかった。あと、あ、ロードナテイクもね、あー、初地上波披露させていただいて、本当に暑かったけど、そう、楽しかった。なんか僕さ、いつもさ、あの会場変わるたびにさ、うん、引きずられるの大丈夫かなって考えるのなんか、あの今回の床大丈夫かなとか、なんかミュージックビデオではさ、確かに砂の中でさ、こう引きずられてさ、確かにこの二人だね、そうそう、だからちょっと心配だったの、砂で引きずる、なんか大丈夫かなとか。でも俺はなんかずっと毎回こう同じ力、同じような力でこう引くけど、引いてるけど、うん、床に、うん、床の状態によってなんか速度が違うの。そうだよね。なんか俺はなんか砂の上でやった時はこうやって、あ、ハルは軽いねって思いながらやったけど、うん、本当に、うん、あのジョイナライブ、あ、違う、あ、ジョイナライブの時もそうだったし、やったけどね、音楽の日は本当に、あ、ちょっと遅いかなと思いながら音楽の日のは、うん、あんまり早くない日だよね、うん、だからハルは重くなったねってそう、しかも衣装とのさ、そうそうそう、ケミもあるじゃん、ね、そう、だからさ、衣装と会場のさ、こう合わないとさ、めっちゃ遅かったですよね、むずいよそうそう、で、終わった後、フロア、あ、フロアにあの、あの、こうズボン見たら、穴開いてたよねそう、ちょっと穴開いてたんだよね、この辺そう大丈夫かなってね、いつもなっていつもね、ちょっと心配する、今日大丈夫かなって引きずられて、本当に、うん、しかも練習室でさ、練習してた時はさ、いつも僕床掃除してたもん、なんかほぼほこりがほこりめっちゃついて、ほこりをいつも掃除してたみたいな感じだったけど、うん、でもなんかそれも新鮮で楽しいね、毎回面白い、そう、面白いじゃあ次、ジョイナライブ何する？うん、ジョイナライブ初北海道、北海道こう行って、本当に北海道に到着して、うん、こう空気吸ったら、うん、匂いが、香りが近かったみたいな、うん、分かる気持ちよかったよね、うん、なんかさ、うん、こうって感じね、なんか分かる？北海道はなんか感じ、なんかこうなんか広い感じ、北海道ってなんか確かにっていう感じがある、北海道は。いや、なんかそこ、そう、そして暑かったよね。え、初だよね、北海道。初、僕も初なんだけど、なんか北海道、気に忘れた、今何を落としたか。初北海道、あ、そう、北海道のさ、リナの皆さんとかさ、うん、こうなかなかさ、やっぱ東京とかさ、までさ、来れないかと思ったんですよ、多いじゃん。そうそうそう、だからさ、こうなんかまた行ったことないさ、場所でさ、こうライブしてさ、またいろんなルナの皆さんとさ、うん、会えてさ、すごい、うん、よかったよね。よかった。なんか本当に僕たちももう汗だらけだったけど、うん、ルナの皆さんもみんな汗かきながら、こう、あ、一
緒にタオル振ったりしながら楽しく、本当にね本当にみんな皆さんめっちゃ暑かったですよね、来てくださった方。本当になんかそうそうそう、僕たちさこう上あるけどさ、そう皆さんさ、何もないから、そう上がないからさ、めっちゃ光も多分暑かったか、ね、そうだから本当にありがとうございます、来てくださった皆さん。そしてそしてついに今週末、うん、ありますよね、今週末あるものオフラインイベントがありますよね。そうだ、オフラインイベント始まりますね、日本でも。ついについにセカンド EP 初のオフラインイベント、日本での。大阪と愛知が始まるね、うん、楽しみだ。またなんかでもなんかさ、こう、うん、前オフラインイベントやってさ、うん、またすぐ会いに来ますとかさ、こうあのルネマレでもさ、また大阪へ来ますとか言ってさ、そう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 、来たね、また、うん、行ける時が来た、もうだから嬉しいね。いやなんかやだな、もう何、もうマジで何何、え、セリフある。なんで真似しないでよ。ん、真似できるわけないじゃん今。もうやだ、もうやだ。だからハルアトはなあ、だから僕嫌だって、え、ミジュクはダメでって言ってるんですけど。なあ、もうなんで。うわ今マジで、なんかね僕嬉しいね言いながら、まさか。ええ、なんかもう一個声聞こえたと思う。そう、なんかダブリング聞こえた。あー、なんかやだ。ああ、うん、うん、まあいい。そんなこんなで来、東京もあるよね。そう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 、大阪、愛知、東京、またオフラインイベントがあって、ルネの皆さんにまた直接お会いして、うん、ね。いやでも本当にデビュー時に一回やったじゃん、うん、オフラインイベント、うん、で今回やる時はまた違う感じだよね、うん、なんかもうちょっとなんかルネの皆さんと仲良くなってた感じ。そうだね、からあるから、最初だったからさ、この前は、うん、緊張して、そうそう、いろいろ分かんなかったりもあったけどさ、もう1回目終わって2回目だからね、うん、また会いに来ましたって。ドキドキするのは同じだけど、もうちょっと話せる気がする。うん、うん、本当に楽しみ。いつもさ、こうルネの皆さんとさ、やっぱ直接話すとさ、うん、めっちゃこういろいろもらうじゃん。そうそうそう、だからさ、本当に楽しみ、楽しみ、話せるのが、そうね、楽しみだな。わー、とりあえずめっちゃ可愛い。例えばさ、ウィジ君はさ、うん、今日さ、ウィバースに投稿したさ、あ、やつあるじゃん。そう、あれ、誰と行ったのってめっちゃ言われてたよ。え、本当に。そう、誰と行ったの教えちゃう、うん、言っちゃっていいよ。あ、言っちゃう。ハラと一緒に海にいて行きました。そうで、この前行って、うん、日昇り見たね。そう、日昇り見て、そう、朝ちょうどこう太陽が登るぐらいの時間に行って、うん、みたいね。で行って、あ、なんか書かなきゃって思って、そう、ルネの、そう、ルネって書いて、それビハインドあるの、こう写真にこうちょうど波がこう、うん、出てるじゃん。そうそうそう、あれがね、実際俺が書いてこう撮る時にちょうど波が来て、きれい、こうルネの、うん、文字が消える直前に撮られた写真が、うんうん、わー、奇跡の一枚や。そう、じゃあだからその後はすぐ消えたもんね、もう、うん、すぐ消えた。なんか
3、4回ぐらいルネ書いた気がする、僕も。そう、なんか消えて書いたり、うん、なんか違う感じで書いたり。そうで、山に書いたりね、うん、山に書いたりね。そうそう、なんか木の枝いっぱい取ってきて、これを文字作ったりして、うん、いっぱいなんか挑戦した記憶がある。文字を作る。海、涼しかったね。ねえ、みじゅくんと一緒に海行ったり、温泉行ったり。なんだよ、それから。まあ、今のはまだセーフ。あー、そう、セーフ。今のは温泉行ったりしてきました、二人で。温泉もマジで気持ちよかったよね。本当に気持ちよかった。マジで気持ちよかった。で、温泉から終わって、こう、飲む飲み物が、うわぁ、一番最高。一気に飲んじゃった、これ。マジで。コーヒー牛乳も、コーヒー牛乳、うん、うん、めっちゃ美味しかった。マジで、なんかさ、あの瓶が良くない？あー、めっちゃ好き。僕こう、こう取ってさ、冷やしてる。そうそう、コーヒー牛乳一番甘いよね。そう、温泉の後の。これもルネの皆さん見せよ、見せよ。そう、写真いっぱい撮っとけよ。マジで楽しかったな。楽しかった。ヒーリングした。そう、二人でじゃあいろいろで、ルネも本当に写真撮ったから、僕も、うん、投稿 しようと思います。して、待っててください。いろいろ投稿したい、見せたい、なんかいろいろ、うん、あの思い出を共有したい。そう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 、皆さんにその感情ね、こういうのあったの、こういうの。そう、めっちゃ見せたい。そう、何、エンプッチョ。ああそうだよね、うん、今もう CM もう公開されてるもんね。エンプッチョ、エンプッチョ、エンプッチョ。でもめっちゃさ、うん、いろんなインプット取ったでしょ。そうそうそう、なんかこう、でもこう、ほん不思議だったのが、こうやってるとなんかスタッフさんが本当に作ったばっかのプッチョを、そうそうそう、こう持って、めっちゃ綺麗なやつ、ここここ、そうそうそう、ここここ、なんかそう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 、あったたかかったの。そうそう、これ持ってインプットってずっと言ってた。めっちゃ、の僕今まで見たことないぐらいめっちゃ綺麗なプッチョだった。本当にもう形もなんかめっちゃ綺麗だし、そう、完璧なプッチョもらって、本当にえプッチョってやったよね。うん、そう、しかもあれだよね、こう指ハートこうやって形でめっちゃ可愛くこう持って、みんなやってる。皆さんもぜひエンプッチョってやって、プッチョはもう食べる前に、そう、エンプッチョ、エンプッチョってやってから食べてほしい。一緒に、はい、CM もぜひ見てみてください。見てみてください。そして、うーん、はい、エンプッチョ。好きな味とかある？好きな味？プッチョ、特にこれ好きみたいな。ピンクのやつ、ブドウ？ブドウかな、ブドウ、ブドウ、ブドウ。でもさ、多分一番こうなんか王道なのがブドウかソーダかコーラか。ああ、でも本当にブドウは中にあるチェリーが本当にチェリーだったけど、うん、コーラの中は本当にパパパパパって、あの炭酸みたいな、うん、そのがあって。確かに確かに。なんかさ、めっちゃいろんな味あるじゃん。でもそれがこう、その3つはさ、こう基本で、うん、なんかこう例えば季節によって変わったりとか、みかんとかさ、マンゴーとかもあるし、もう全部好きなんだけどね、うん、なんかあのゼリーがさ、めっちゃ大事じゃない？そう、中にあれがもうほんと美味しい。初めて食べた時、ほんとにね、あれがやっぱ、そう、味
ジで美味しいよね。うん、ぶっちょ。おすすめの味。おすすめの味。おすすめの味。アンギョナルパンの声よ。あ、そんなこんなでまだオフラインイベントもあり、あり、目覚ましライブとかも出演させていただけたり、まだエンティームの夏はいろいろありますね。エンティームの夏はまだ暑いです。まだ暑い、暑い夏を、夏い夏を、ごめん夏い夏を一緒にエンティームと過ごしましょうという、うん、本当にまだいろいろ楽しみ、うん、楽しみね、楽しみだ。そう、あ、北海道で何か買ったのあるって、それだけちょっと答える。北海道で、うん、なんか買った？あ、違う、ミジ君、バスの中でずっと寝てたんだ。そう、悔しい。そう、あサービスエリアでなんかみんないろいろ買いに行って、でもミジ君はなんかバスでめっちゃ気持ちよさそうに寝ててあ、起こした方がいいかな。でも本当に俺知らなかったの、こうか、あ、せっかく北海道か来たから買おうって言って、みんなで行ってこう、ね、ちょっと 寝ちゃって、起きたらみんないるのみんないてて、うん、なんか食べてて、うん、何食べてるんだろうって、あ、まだついてないのかなと思ったら全部終わったって。そう、ショッピング終わったって、みんなもう帰ってきて食べているだから、え、終わった、え、みんな買ったって言ったら、俺寝ちゃって何にも買えなかったです。でも味噌ラーメンとか食べたしね、美味しいラーメンとか食べて。あ、そうだわ。でもほら、ホタテ食べたじゃん。ホタテ食べただからいいじゃん。ジンギスカン、ジンギスカン、もう食べた。あ、じゃあいいや、いいよいいよ、じゃあ、はい、北海道マッチした、はい、うん、じゃあスクショタイム、あ、スクショして終わろうか。うん、そろそろ、これが普通の水だと思うじゃん、うん、違います。何、桃の味がします。別にいいよ、聞いてない聞いてない。僕飲んだと思う？味すると思う？しない。なんで分かるの？すごい、普通の水、うん、特別だから。急に始まるスクショタイムしようよなんか水の話気にするから分かった、いくよ。何しようかな。何がいい？二人でハート作って。ほら。ハート。うん。せーの。はい。最後。じゃ指ハートする？インプッチョ。あ。楽しい、あ、楽しいね、楽しい、よしじゃ あもっとコメント読もう。コメント読む？ありがとう、かわいい、おやすみ。ほら、おやすみだって。おやすみもう寝るって。あ、カジマってあったの。でも僕たちも行かなきゃだよ。そう、そろそろ。今日も一日お疲れ様でしたお疲れ様でした。リヌの皆さんもしっかり休んで明日もまた休む。明日も休むの？今日しっかり休んで寝て、明日も頑張りましょう。なんで頑張りましょう、絶対頑張りましょうよ今はい、頑張りましょう、頑張りましょう。まだまだ僕たちと暑い夏を過ごしましょう。そう、夏やつを過ごしましょう。はい、じゃあミジュとハルアでした。イエーイバ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 イ、おねるとこせんげっこ、わぁ、ねるとこへてよ、ねるとこへてよ、おやすみなさい、おやすみなさい、バイバイ。